小牟田駅という駅を中心にしてね、成り立っているような街ですので、農村空間と、それから仙台方面に通勤通学する方々のですね、エリアとあって、都市空間と農村空間が混在するような街だなと思ってます。ただ基幹産業で何かと問われればやっぱり農業だということになると思います。米とか野菜は調査、検査をしてですね、それは全てクリアしてますので、問題ないというふうに今思います。8600世帯のうち、半壊所っていうのがですね、880世帯ぐらいあります。だから約1割、そういう中で、今地道にですね、復旧復興を進めてるっていうのが実態ですね。今回の震災によって沿岸部の水産加工関係の会社がですね、なかなか今沿岸部の被災、復興の状況にありますけれども、なかなか復興が進んでないということもあって、なんとかならないかという、いろんな水産関係の方々からですね、問い合わせいただいてですね、来ていただいて支援をしているという状況で、もう3社が今すでに去年から稼働していると。遠いところでは兵庫県の豊岡市、と協定を結びました。それから東京都の足立区とですね、福島県の会津美里と協定を結ばさせて、いただきました。近場では東松島市が隣接するもんですからね、協定を結んだと。そういうことで、これは震災以降、これ全部それぞれの自治体間同士の協定を結んだという今ところにあります。不十分な点がですね、何かということを一つ一つ検証しながらですね、今後の防災減災対策にですね、今取り組んでいるということです。64の行政区がありますけれども、今9割ぐらいはそれぞれの防災のための自治組織がですね、作り上げてありますので、やっぱりそこを基本にしたですね、これからより一層防災対策を講じていくということが原則になると思いますね。美里町はもうすでに、原子力に依存しない、地域社会を作るということで、議会と町がですね、全会一致で、いわゆる脱原発を表明している町です。美里町の名前はですね、美しいふるさとをみんなで作り上げていこうということで、美しい里と書いて美里町という町の名前になりました。東北本線、陸羽東線、石巻線、勝沼線が結する非常に交通のですね、便利なところで、山がほとんどない、平坦部の農業を中心とした町を進めておりますけれども、まさに食材の宝庫だと。そしてこの食材を通じてですね、やはりこの日本全国、世界の皆さんを元気にしていくことを積極的にやっていこうということで、今頑張っておる町でございますので、ぜひ美里町においでになっていただきたいと思います。